緒に寝たやん、昨日の夜。一緒に寝たっけ？一緒に寝たよ。もうすぐツーちゃんが来る頃なので、ちょっとツーちゃんも待ちたいと思います。え、あ、来た。おはよう。おはようございます。ツーちゃん来てくれました。早い。え、時間が早い。ごめん、ありがとう。はい、というわけで、そう、もう薬寝てるので、今からツーちゃんにはこの僕の寝巻きの変えてもらいたいと思います。はい、じゃあちょっと着替えてもらおう。はい、というわけで着替えてもらいました。そしたらね、翔太が寝てるベッドに入ってもらって寝てもらいたいと思います。ひょうにょう。ひょうにょう。昨日の夜。りょうは？りょうくんは知らん。
一緒に寝たよ。俺がこの服着て。そうそうそう。これ。え、待って、りょう。りょうは？全然記憶ない。一緒に寝たっけ？一緒に寝たよ。一緒に寝たの？そうよ。一緒に寝たとは何？どういうこと？どういうこと一緒に寝たって？覚えてない。覚えてない。嘘。え？はい。え？はい。え？え？なんでそこにいるの？ちょっと待って、なんで来てるの？え？おはようございますと。待って待って、一緒につーちゃんと寝た感想はどうですか？え、寝たとは何？どういうこと？寝たって何？添い寝した。添い寝した感想は。え、俺、何？あれ？え、普通に寝たよね、昨日。普通に寝たよ、俺と一緒に寝たよ。そうだよね。いや、俺記憶なく。いや、でもそんなもんでないはずなの。はい、ドッキリ大成功。え、待って、俺さ、やったのかな。だって一緒に寝たじゃんみたいなこと言うからさ、どういうこと？一緒に寝たじゃんとかさ、どういうことだと思って。つーちゃんにね、朝一で来てもらいました。イエーイ。このためだけに朝から来てもらおう。で、俺のパジャマに着替えてもらって、これね、入れ替わったの。ああ、よかった。わかんなかった。だってこの先さ、付き合っていく中でどういう顔して生きていくのかわかんないじゃん。確かにね、確かにね、確かに確かに。まあ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 、まあ、カメラそこにあるから。うわぁ、もうやー。結構ね、大掛かりな感じで。ありがとう。つーちゃんに手伝ってもらって。もうやだ。この間寝起きしたじゃん。この間のパフェ。ああ、寝起きパフェ。ちょっと心臓に悪い、やばい。だってエッチしちゃったかなって思ったもん。ひょにょ。はい、というわけで今回はですね、朝起きてつーちゃんが横に寝ていたらどういう反応するかドッキリをしてみました。イエーイ。成功しました。成功したね。やったと思うらしい。うん。はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタグラム、TikTokもお願いします。ではまた。